はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。で、今回ね、こっちのチャンネルだとこんな感じで喋るのは珍しいんですけども、今週ダラダラジオがお休みです。先週第100回でね、こう、自分が出てるやつ、ホワイトボードを使ってっていうダラダラジオをやらせてもらったんですが、今週お休みの代わりと言っては何なんですけど、先月ね、初めてやらせてもらった中学校での講演会の様子をですね、全部だと1時間半ぐらいになっちゃうので、それを、10分にも満たないぐらい、本当5、6分ぐらいかな。にまだ、今まとめてる最中なんでちょっと何分になるかわからないんですけど、まとめたものをこれから、流したいと思っております。本当は全部、ね、こううまくまとめてこういうこと喋りましたって全部ねよっけてもよかったんですけど、一応その場でねこう聞いてもらった子たちのためにも、特別感を出したいっていうのもありますし、こういう感じで喋ったんだっていう姿を見てもらえるだけでも違うかなと思って今回ねアップさせていただきます。で、入場シーンとあとは結構何個かテーマというか、喋ったんですけど、そのうち2つ、1つが、この前のダラダラジオでも話した、その目標とかの立て方についてのちょっと一部ですね。それと、あとは丸付けの、タイミングというか、丸付けが大事なんだよっていう話もさせてもらったので、そこを切り取って、編集してつなげた感じなんですけども、でそれをアップさせていただくので、もしよかったらこの後見てみてください。で、簡単に場所は、新潟県の三和中学校というね、中学校に今回呼んでいただきました。で、そのね、全校生徒と、あとは参加していただいた保護者の方の前で喋らせていただいている様子です。なので、ひとまず、100万一見にしかずだと思いますので、この後ご覧ください。では、どうぞ。ただいまより、平成21年度、三和中学校 PTA 講演会を開催いたします。講師の教育 YouTuber、ハイチ様が入場されます。大きな拍手でお迎えください。最終的には今日まで戻す、やるべきことで、これをやってですね、一つポイントがあります。最終的な目標を掲げた人が350点か400点か10位か20位かわからないからいいんですけど、その目標をあまりきつく設定すると、きつく設定した分もちろんやることが増えますですよね。もちろん高い目標ではそうなる。で、あまりきつい目標を立てるとやることが増えてしまうので、例えば今日やるべきことをクリアしました、明日やることを今日やってられたと、3日目ぐらい来るんですよ。ちょっとサボろうかなと、今日部活で忙しかったんだよなとか、今日ちょっと家族で夕食食べ行ったから時間なくっていうのが出てくるんです。で、ここがポイントで、自分で決めた目標は絶対にサボらない。で、ちょっとね、あるシチュエーションを話しますので、皆さん想像してもらっていいですか。はい、みんな手でワーク、夕方6時、部活はちょっと長くしましょう。で、6時にワークをやっていて、やって問題解いてる。で、15問ぐらい終わった時に、お母さんにご飯できたよって呼ばれました。はい、どうする？多分ほとんどの人がご飯に行きますよね、普通に。でも、これはですね、もちろん、保護者の皆さんの前で話すとちょっと申し訳ないこともあるんですけど、塾の時には、もし保護者の皆さん、面談とかもあるので、言ってたのは、ぜひその時にお子さんが丸付けするからちょっと待ってって言っても怒らないでくださいって話をします。どういうことか。これはですね、勉強するだけなんですけど、数学だけじゃなくて、勉強をする、問題を解く、何かを覚える、何でもいいです。丸付けする必要があるものは、その場で絶対丸つけます。で、これが後に回した時点で勉強したことが無駄になります。ちょっと言い過ぎなくて無駄っていうのでも効果がすごい落ちる。丸付けをしないっていうだけで、実際その今のシチュエーションじゃなくても丸付けを後回しにする子結構いると思います。分かんないよ、俺がね出会ってきた1000人ぐらいの子たちの見るとそう考えるわけなんですけど、でなぜかっていうと問題解くでしょ。もちろんそこに合ってる間違ってるが出てくる。で、合ってるのにね、やり方が合ってるのが分かる。それがまた一個の自信なんだけれど、間違ってた問題はそこに何かしらの自さっきやったの丸つけようって丸つけても間違ってるじゃん。問題解いた時の脳のことは覚えてないですね、これ。だから残るのはあ、間違っちゃったっていう事実しか残らない。だから必ず問題を解いた瞬間、もちろんね、一問一問間違えてもいいよ。1ページが終わった時基準を決めていいんですけど、すぐに丸をつけます。で、ちょっと時間かかっちゃうと、なんで間違ったのかなって、次間違わないためには何なのか。例えばプラスとマイナス移行した時に間違ったの、分数切るときにこっちしか分かけてないじゃん、これ分かけてないじゃんってことで間違った。それは分からない。でもその間違った理由を発見するだけで、その瞬間一歩出てるか分からない。はいという感じでございました。はい、まあ皆さんにどう映ったかは分からないんですけどもひとまず超緊張してましたね。多分アップになってるところも編集っていうか載っけてると思うんですけど、まあ、本当に緊張したんですよ。本当に緊張したのそう、あと超汗だくっていう、遠くからでも顔のテカリが半端なく見えるっていうねぐらいに汗をかいてたんですが、まあでも今回ねアップはできて映像は載っけることはできないんですけど、最後に全校生徒の皆さん、まあ、保護者の方も含めてですけど、みんなと写真撮影をさせてもらったりとか、あとはあれですね、最後みんなに花道を作ってもらって、でこう拍手してもらいながら体育館を一周して退場していったんですけど、その様子とかも実は映像は残っていて、ただねちょっとみんなの顔が映ってしまうので今回そこは載っけてないんですが、まあ、そんな感じで、ド緊張の中でしたけども楽しくやらせていただきました。なのでまあこんなこともやってんだなというふうに見てもらえたらと思います。で、まあ、自分は今年2015年かの目標の一つで、その講演会とかイベントの参加っていうのを掲げてたので、ひとまずこれで目標達成となりました。ですけどやっぱり講演会させてもらってすごい緊張するしめちゃくちゃプレッシャーかかるんですけど、でもやっぱり生で子どもたちと触れ合えるっていうのはすごい楽しいですよ。そうだからこれからも、まあ、ひとまず自分の力がないと呼んでもらうことはできないのでまだわからないんですが、これから全国ねいろんなところに行かせてもらえるようになれたらなと、そういうふうに今努力をしていこうと思ってます。で見ていただいてるこうねみんなに直接会って話ができたりとか、まあ、ちょっと相談乗ったりとかね、こうたわいのない話とかもできたらなと、そんな妄想をしつつこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、かなり稚拙なものでしたけども、編集とかもド下手なんですが、まあ、こんな感じだったという感じのものをお届けさせていただきました。今回もここまでご視聴していただき本当にありがとうございました。では次回は101回のダラダラジオ通常に戻りますので、もしよかったらそっちの方を見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。バイバイ。